ある日のこと。おい、ピカチュウ、大丈夫か？ピカチュウ、おい。家に戻ると、ピカチュウが瀕死の状態になっていた。サトシは思った。現代でもポケモンセンターに連れて行けば、ピカチュウを治してもらえるの？検証してみた。すいません、今ピカチュウが瀕死状態なんですけど、はい、回復させてもらうことってできますか？ピカチュウの回復ですね、ちょっとジョイさんが今不在の状態なので。ジョイさん今不在ですか？ジョイさんが今不在なので、すいません、申し訳ありません。じゃあいるときにまた来ますね。あ、そうですね、あと一番近いところだとスカイツリーにももう一軒あるので、ちょっと遠いんですけど。スカイツリーもポケモンセンターありますか？あるんですけど、そこにジョイさんがいるかどうかはちょっとわからないので、そちらにちょっと行っていただく。ピカチュウ頑張ってね。ありがとうございます。今回の件についてサトシにインタビューしてみた。なんか昨日さ、タケシに誘われてさ、マサラに飲み行ってたのよ。そしたらさ、終電逃しちゃってさ、朝帰ったわけ。そしたらさ、暖房使わせてたのよ。あいつ投資してた。あ、モンスターボール。いや、あいつ入んねんだわ。第1話でも見たっしょ、あいつマジ入んねんだわ。でさ、なんか無理やり詰め込もうとしたらお前ら虐待とか言うわけでしょ。マジ日本終わってると思う。マジマサラ終わってるわ。育児放棄、増える待機児童、病院のたらい回し、さまざまな問題が現代にははびこっている。大木戸博士も特別にインタビューに答えてくれた。ああ、これ違えよ。いや、ポケモンセンターが減ってるのは深刻な問題だね。たらい回しにされる現状がすごく多いけど、いつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもない。スカイツリーは連れていけない、遠いし予算オーバーだわ。交通費すごいから、3人分だから。ピカチュウもちゃんと1人分だから。いや、あの店員さんはマジでやべえ。普通にこっちは断られるテンションで言ってんのに神対応すぎるやんか。逆に負けた、1本取られた。スピア。いやいや、黄色ならピカチュウの俺でいいやないか。なんでスピアの、なんでわざわざ黄色で虫選ぶの？いや、俺もスピアやん。なんでだよ。そこでゼロになった残像、一人じゃ私を愛せなかった。二人重ね合った感情、また見つっては溢れて、もう数え切れなくなって、死ねん涙こらえ